時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られるさまざまな人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日は中畑智明さんにお越しいただきました。中畑さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。和歌山から。はい、ありがとうございます。昨日ね、久々に1年以上ぶりですかね、一緒にね、お酒飲むの。リアルにお会いしたのはそうですね。まあ今このご時世でね、なかなか行ったり来たりがしにくいんで、久々にちょっと昨日もね、お酒を飲みながら話してたんですけど、面白いですね、やっぱり話題が豊富で。いや、なんか突然昨日オファーが来て、はい、今日今ラジオに収録してる感じで、せっかく来たからみたいな感じでね。まあ一応休暇で来てるんですけども。でも中畑さんは僕がね、京都で、帝王学を学びに行ってる兄弟弟子、同じ学びを学んでる、仲間なんですが、このね番組にちょっと、なんだろう、人生経験ありすぎるぐらいの人なので、ぜひ出てくださいってことでね。毎日息吸って生きて。そんな植物みたいな。で、簡単で結構ですので、ちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、名前は中畑智明と申します。現在50歳。で、一応会社員で、今の会社も20年ちょっと、そのおかげで、リフレッシュ休暇っていうことが、昨年 2年前ぐらいかな、そういう制度ができて、もう1週間休んでくださいと言って、実は去年の3月から権利はあったんですけど、コロナが始まって、でそれまで僕の権利、その会社で、その権利を持った人はみんな海外行ったんですよね、その前年までは。で僕も海外行くつもりだったんで、3月に始まっても、いやいや、まだまだ収まるやろと最初、みんなが思ってた通りね、ウィズコロナのんじゃないと思ったから、で待っててゾロゾロ来て、この2月で権利が執行するということで、もうそろそろ取ってくださいということで、どうしようかなと思いながら来たことがない沖縄に、仕事の関係で僕は東京にも5年住んだり、大阪に住んだり、あとは西日本を結構営業で回ってたので、種子島までは南来てたんですけど、沖縄来たことがなかったんで、沖縄にボッとしに行こうと思ってきました、だからほぼノープランで来て、昨日純英さんにお会いして、じゃあ明日どうですかって、いいんですかって、ボッとさせたいぞそんな感じで、自己紹介だったのがなんか分からないような話になりましたけど、今日よろしくお願いします。はい、でこの番組がですね、人生の転換期についてお聞きしてるんですけど、中畑さんの転換期って振り返ってみて、どこにあったと思います？そうですね、マイヒストリーを考えた時に、一つはやっぱり中学校、中学校と高校に入った時、中学校の時って何があったんですか？先ほど申し上げた、僕50歳で1970年生まれなんですけど、要はあと71年70年だったら、いわゆる第二次ベビーブーマー時代に入る手前だったので、僕の行ってた中学校でクラス13クラスとか500人とかいう学校だったんですね。だから当然近所からも何人も行ってて、小学校の時親しくやった友達とか、顔見知りの友達多いわけですよ、で朝学校に一緒に行くようになった子は友達がいてて、でその子がですね、毎日通ってる中で、で中学入ったら、クラブに入るとかっていう、学校で一応ね、何か入ってくださいみたいな話があったりする時に、彼はなんかそれより先に、最初吹奏楽部入るって言って、吹奏楽、いわゆるブラスバンドとかいうやつですね、でそれに入るって言って、そうなんやと思って、他人事に聞いて、僕全然興味ないし音楽できないしと思ってて、だ中畑帰りも一緒にな、帰ろうと思ったら一緒のクラブに入らなあかんねんでって言われて、そうなんやと思って、なんでかここで腑に落ちるという、よく分からないことが起こって、全然音楽分からへんし音符も読めないけど、
分かったじゃあ入るわって入ったんですよ。ほうで入ってみて、うん、その彼は2週間ぐらいで辞めるんですね、すぐに裏切られたように、でも俺残されていやこれ辞められへんしなと思って、おうまあ、なんか分からないけども頑張るかじゃないよ、辞めれないなっていうことで始めたんです。で結局この中学校の間3年間ずっと続けるんですけど、そうなんですか。でたまたまなんですけど、そこにその和歌山県で当時まあ新進で一番こうすごいその吹奏楽の有名な先生が赴任されてて、はい、そんなこと当然知りませんし、うん、で僕が入るまでそんなにそんなすごいクラブでもなかったし、うん、すごい厳しい練習もしてなかったんですけど、うん、入った時にたまたまそういう先生だって、はい、で1年目からなんかちょっと先輩に混じって僕吹けないのから体だけでかいんで、うん、このチューバで楽器やれとか言われて、はい、なんかわからないままやって、うんうんうん、で毎日練習して、で夏になったら朝からだいたい1日8時間ぐらい練習ですかね。ほうで合宿行ったらもっと練習して、で初めてですコンクール終わってあかんかったので、うん、1週間ぐらい休みがあった、いわゆるあのお相撲さんの場所終わっての1週間の休みと同じで初めて羽伸ばしてみたいな生活が始まって、でその冬にはまずあのドリル演奏って言ってあのよくあの外で吹きながら動いたりする演奏は、マーチングみたいな、マーチングバンド、はいはいはい、それの全国大会目指すぞって一発目の1年目の冬になって、でそれは断念だったんですけど、うん、で同じように上翌年も、まあ、その夏はコンクール、夏はコンクール、うん、冬のマーチング で、うん、で冬のマーチングはようやくあのその出れるようなところまで行って関西大会突破して、うん、で日本武道館で演奏するとすごいいうところになって、うん、その練習もすごかったですけどね、あの場所がないんで、うん、あの海の近くの冬場、はい、カンプスタブの中で1日8時間ぐらい外で体育館なんか借りる時代じゃなかったんで、で練習してで行ってそれをやって、でその翌3年生の時には内緒夏のその吹奏楽コンクールでは一応和歌山県代表になって、うん、でチームはその関西コンクールっていうんですけどそこに行ったということで、いやもうずっと何か目標設定からずっとやらないといけないと、うん、それに疑うとか疑わないとかじゃなくてその環境だったんで、これ大きいですね。あのもともとスタートしてた時は全く音楽に触れてない状態から、ね、触れてないし多分どちらかというと残念な方やったと思います、うん、あそうなんだ間違いなく。でもそれが周りの環境がそこに入った途端パタパタって整って、もうそれこそトップを目指すぐらいの、まあ、目指すんですけど上手かったかって上手くはないんですよね、うん、で結局やっぱり才能に悩むようなやっぱり音楽とか芸術ってそうだと思うんですけど、やっぱり才能の中でもう上手い人間がいたり、うん、もう2つ上の先輩にとてつもない人がいてたんで、はい、そうなんです、とってもプロ目指してるとか、じゃあその力の差を見せつけられるっては苦しいですね。うん、でもそこのご家族とうちの母親とか知り合いやったんで、いろんなことはね、うん、こんなレッスン受けたらとか言ってくれたら、いやまあまあまあどうやろうなと思いながら受けてないですけども、うん、まあ自分なりには頑張ったという感じです、うん、なるほど。でその引きの強さがまず一つ目の転換期っていうことですね、でじゃあ二つ目が高校ってことなんですけど、一旦ここでちょっと CM 入れさせてもらって、はい、後半でまた二つ目の転換期の方をちょっとお聞きしたいと思います、はい、CM です。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、中畑さんが、まず中学校の時の転換期で、全くね音楽に興味なかったところから友達の誘いを受けて友達は早々に辞めてったんだけど、騙されました。県内ですごいね指導者のもとチーム一丸となって上を目指すっていう目標設定型の環境に身を置いて、そこをね当たり前なことだとして受け入れて、それを日々こなしていくっていうところが、まあ、大きな転換期になったということなんですが、2つ目の転換期高校の時ってどうだったんですか。で、まあ、おかげさまで、まあ、中学、うん、まあ、やりきって、うん、まあまあ、8月9月ぐらいまであったんですよね、はい、だからまあまあ受験にかかってるところでやってたんですけど、はいはいはい、まあまあなんとか頑張って、うん、高校行くんですけど、うん、で、まあ、その先生はちょっと追われるようにその学校僕らがいた3年間しかおれなくって、で出て行かれて、で
まあ、もうコンサートもできなかったらコンサートするんですけど、で高校入って、うん、でも僕の中にちょっとやっぱりその先ほどもちらっと言ったようにやっぱり才能がね頭打ちじゃないかっていうような思いがやっぱ音楽やってるとすごく向き合うんですよね、うん、あって、うん、まあ、どうなんだろうなと思いながらやってて、まあ、当然高校に行ったら先ほどのその言った2個上のすごい先輩がいらっしゃって、うん、で同期も何人かがもう入る段取りでそのまあそのうちの学校って高校でその全員がコラボ入らなかったんで、はいはい、その入部届出す日っていう設定があったんですよね。それまでにもみんな練習行ってたんですよ、はい、僕は全然行ってなかったんですよ、うん、どうしようかなと思って、うん、でなぜかその時にその僕が先ほど言った1年生の時にチューバって楽器やった時の2つ上の先輩がなんてかその学校でラグビーに転じてて、はい、もう来たらラグビーやるよと若干言われたんですよ。まあまあまあと思ってたんですよ。そしたら、そうそう、入学式の時に大体のクラブ勧誘があって、うん、でも何度も学校で会うわけです、はい、で先輩呼ばれてバーを囲まれたり、はい、おまけに顧問の先生まで呼ばれて囲まれて男だったらそこで返事しろみたいなこと言われていやいやとか思いながらだんだん外堀埋められて、で最後はあの岐阜県に行って合宿できるってことで遠足に行けるなっていうまたフラチな気持ちが出てやってみるかとなんで全然興味なかったんです僕ラグビーそこも全く興味ないです。でもあのこう1年生で入ってきたメンバーはみんなやっぱり当時スクローズが流行ったんで、はい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 、スクローズに憧れてとか何々に憧れてってみんな言ってるところ、いや僕この先輩に言われて断り切れず入ってきましたみたいな遠足がご褒美だし遠足いけるしとか言うと思ってで入ったら、まあまあ僕まあ今身長183センチで、まあ、まあ当時80キロないかぐらいだったんですけど、はい、180センチ超えてるメンバーが 4,5 人いてたりして、まあその学校ってまあそのまあ新人まではまあまあ強くしてたりしたんですけど、うんうんうん、まあ、僕の時さらにその体が多い筋肉が集まったりしたんで、うん、結構いいとこも狙えるぞっていうことでなって、でまた狙うことになるんですよ。中学校の時の最大ですね。だから結局また目標設定に入ってやって、うん、で結局2年生の新人大会で、はい、まあ、優勝して、すごい。それはまあ後にも先にもまあ僕とこの学校今も80年90年ぐらい経ちますけど、総部から僕らの時だけなんですよ今のところ。準優勝は何度もあるんです。あの何回かやってるんですけど、優勝して近畿大会行ったのは僕らだけだと。その時はもう完全に監督にすごく言われて、監督もその国体選手で来てて、ずっと2位ばっかりやったんで、2位と1位は違うって話をずっとされて。もう2位かやったら一緒やって言われたんですよ。それぐらい厳しく言われて決勝前に、でも僕ら初めてやから鬼になれってずっと言われてるの顔うんとか鬼にやってたんですけど分からないけど、まあ、まあ見事まあなんとかね、はいはい、おかげさまで優勝できて、で近畿大会行って、でまあ個人としてもまあまあまあ一応国体選手に選んでもらったりっていう、全然あの予期もしないところにでもそのね、あの中学校もそうですけど、あの高校もその目標設定チームでね、あの何か成し遂げるって、はい、なかなかできないじゃないですか、はい、でその環境にいられること自体すごく稀な、機会だと思うんですけど、でじゃあ高校でそれラグビーやって、大学もなんかスポーツ系でしたっけ？いや大学違うんですか？大学はね、もっとなんか、うん、もっと強いとこ行きたかったんですけど、はい、それはなかなか難しかったんで、ただ監督の母校はね、うん、特待で行けるっていう話が出てくれたんですけど、はい、でまあその後の就職もね、うん、あの考えてくれたんですけど、うん、まあ、丁重にお断りしてそうなんだでもなんかこの、目標設定がね、あの昨日もちょっとお話聞いてたら、人生の中で何回もこれ出てきて、でいろんな人から引き上げてもらってとかっていう、そうですね、その引きの強さは何なんですかね。何なんでしょう。いやもうその中学の時なんか本当にそう思ってないじゃないですか、はい、でもただ受け入れるをしただけですよね。受け入れる、ほう、もう友達に騙されたように一緒に入らなあかんな、そうやと思って入ったんですけど、まあまあ普通そんなことないですよ別に興味ないのに全然でラグビーはもう本当に断りきれず、うん、いやもう参ったなと思いながら、で入ったらまあすごいメンバーに恵まれて、うん、で目指すぞみたいになって、うん、でやって、うん、でまあやり始めたら、うん、まあ、やっぱりあの僕が自分がどういうレベルにあろうがその中のトップを目指すんですよ、ね、うんうんうん、やり方考え方として、はい、そういうタイプの人間だったんで、ずっとまあまあ
今でいうイメージトレーニング、はい、みたいなこの強い選手のことを思ったりとかそういう調べたりとかそういうことは好きだったからそういうことを調べてこういう人になりたいとかことは強く思ってたりはしてました。それは後でこう大人になってからいろんな学びの資料とか学んだ中で あれがイメージトレーニングやったんかとかいうことはありましたけど当時から勝手にやっててだからまあある程度まではね努力していけるんじゃないかと。僕そのスポーツもそうですけどあの特段ね運動神経いいってことでもないんで僕自身はただ努力だけなんでそこまでいったなと思います。正直ズバ抜けてる選手はもうちょっといてました。でもやっぱりその努力しなかったりするので、なるほど。でもね高校に入った時もこの中学校の時にやってた音楽の先輩が引っ張ってっていう形でご縁がねなんかつながっていく感じですけどそれって今にもつながってます？そうですね、まずその吹奏楽、つながってるっていうかその2つ上のすごい先輩あったじゃないですか、はい、で大学も特待で行くんですよ、同じ高校だったけど、はい、試験受けずにね、うん、で僕はプロになると思ったんですけど、はい、ちょっと挫折感もあって和歌山県の教員で帰ってきてで今の実は和歌山県の吹奏楽連盟の理事長されてるんですよ、その先輩がね。ほうほう、なんで知ってるんでよく いや僕先輩やったんですよしかも同じ楽器で、でその県下有数のところの学校でやっぱり自分の周りの子供が吹奏楽やっててそこの学校行きたいって言うんで、いや僕そこの先生僕先輩なんけどってなんでしたね、僕やってた時に実は2つやったんでみたいな、そういうつながりは非常にあります。へ、自分のところの OB がラグビー協会の理事長やってたりとか、そういう引きも強いですし、あと、そういうあの形で、あとその社会人になってその、今今日話あんまりしてないですけどその NPO で街づくりみたいなことをやり始めた時に出会った人がですね、なんとその僕の中学の吹奏楽の作った人だって。ほ、東京吹奏楽部を作った、その要は、昭和45年6年か時に黒潮国体っていう国体を岡山にする時に、あの天皇陛下とかをお迎えするってありした時の、演奏する人間がないっていうことで各やっぱり中学校に結構楽器を配布して、もう要は即席ですよね、あの式典の曲を吹かなあかんっていうことで作られたみたいで、作った方がこの NPO の今の理事長になるか。そうなんですか。そうで、20年前に出会ったんですけど、それも本当に偶然で、時間大丈夫？あ、大丈夫です。はい、実はあの町づくりをちょっと考え始めた時に20年前ぐらいに、ある方の紹介で、しかもそのある方の同じ仲間の同級生だった方が今の理事長 ですごくその同級生でも仲良かったわけじゃなくて、その年初めてぐらい、共通の友達同士で会ってだけ でその僕の一緒にセミナー作った人が、あの人からいいからって連れてきたのがその人だって。ほう、でもうあの典型的な経営だけ見たら東京大学三菱商事だったんで、あ、超エリートの方でお話できないなと思ってドキドキしながら当日迎えたらあれ全然気さくない言い方だって。で聞いてると、あれ中学が一緒で、え、しかもみたいなクラブ作ってみたいな。なんで僕はあのその人の代のなんでかその同窓会、もう14個ぐらい上の人の同窓会のなんでかメンバーで加わってまして、もう4回も5回も設営やってて、で当時の顧問の先生が来て、お前おったかって言われるんですけど、いやもちろんいません、もう3回ぐらいいました、もう先生に毎回会うとお前おったか、いや僕先生だからいてないです、もうご長寿なんでもう80超えてるんで毎回会うとお前おったかなって、お約束のように聞いて、そうなんでかそういうご縁でね、だからなんかすごい巡ってきて、だからそもそもクラブ入ったこともたまたまだし、でその街づくりはたまたま思いはあったけどつながっていってきたのがその人で、でその人とも20年、で今一番密にいろんな連絡取り合ってますかね、実はいろんなことで。この中学校の時にやっぱり吹奏楽部入ってなかったらそのきっかけもねやっぱりなかったでしょうしね、全部違ったかもわからないですよね。ですよね、いろんなつながりとして、僕こう純也さんと出会うのも全部違ったと思うんですよ、純也さんと出会うつながりになったのも面白い引きですからあ、そうですねある人が SNS にちょっと2行ぐらい書いてて、いやそれ教えてくれって言って無理やり教えてもらったみたいな感じで、そこに参加するようになったんで、
お師匠様の話題が入ってたということですね、はい、それもまた面白いあれですよね。そうですね、だから、うん、なんか、まあ、結構思い立った吉日なとこもあるし昔から、はいはいはい、うん、まあ、それはこういろいろ学んでいったら、まあ、そう一番いいパターンで、うん、行動に移すってね、とにかく、うんうん、だったんですけど、そんなことも思わず、うん、まあ、とにかく思ったら動こうとする、うん、そんな感じでしたね。なるほど。この先ほどちょっとおっしゃってた、あの受け入れるってあるじゃないですか、はい、これってすごい大事だと思うんですけど、あのなんか心がけてるのってあるんですか。いや昔のその中学校の時は断れなかっただけでしょうね。断れと逆に今、うん、むちゃくちゃ悪いイメージもなかったんでしょうね、うん、得意ではないけど本当に嫌やったらやってないでしょうし、うん、まあいいかと思ってやってみる、うん、でやってみたらまあまあ面白いとこもあるし、うん、って感じで 今もそうですけど、その NPO の活動やってるといろんな情報飛んできますけど、まあ、自分の専門分野じゃないことが多いんですけど、はい、まあ、とにかく一度調べてみると、はい、まあ、要は、なんか試され事はないとか忘れましたけど、ちょっと試し事みたいなことで、はい、まあ、要は声かかるっていうことは可能性のない人にかからないと思うんで、うんうん、ゼロだったらね、ただ本人が気づいてない可能性であったりとか、うん、能力である可能性もあるんで、うんうん、そんな可能性のない人にはそういう話もいかないし、はい、でもし来ててもスルーだと思うんですけど、うん、僕はなんかよく分かんないけどとりあえずキャッチしてみて、うん、一応口の中で食べてみて、うん、美味しいか美味しくないかを自分でジャッジするという形なんで、うん、一応聞いたことに関してはなんかよく分かんないけど、うん、頑張るようにします。でもその中学校高校の時のまず受け入れる、まあ、その時はね、まあ、強制的な部分もあって断れないっていうのがあったんですけど、その経験が、まあ、大人になるとそれを、ね、拒否するっていう選択肢もある中から、それが自然と、ね、身についていって、まず受け入れるで調べてみるっていうところに、ね、行くっていうのはすごいんですが、今後なんか中畑さんやりたいことってあるんですか。何でしょうね、うん、まあ、今本当にその長期的なことはあまり見えてないですけど、まずは、うん、お会いする目の前の一人一人に何ができるかということを今すごく思ってて、うん、それを最大限頑張ろうかなと、うん、自分ができること、まあ喜んでもらうこともそうですし、うん、その人にとって成長することでもあるかもしれないし、それに対して何かできること、うん、自分の経験とかね、うん、経験でないこともまた場合によって引き出してこないといけないかもわからないですけども、うん、そういった感じで生きてるところかな、うんうん、でまあそうですね、まあ、僕町づくり始めた原点っていうのがあって、うんうんうん、まあまあみんながやっぱり生き生きして、はい、生活していってもらいたいな、うん、例えば朝起きて、うん、あ今日あんなワクワクすることがあるなとか、今日はど、うん、なんかもっとワクワク、なんかいろんなワクワクすることがあるんだろうなと思って生きていくのと、いや今日も疲れたな、朝から会社行くん嫌だなっていうのは違うなっていうのがすごくその原点にあって、町づくり始める時、はい、だから僕の原点はやっぱりそのみんながそのワクワクというか、うん、して過ごしていけるように、はい、っていうとこがあるんで、それに対して何をしていくか具体的にとかいうところなんで、うんうん、だからまあ基本的には皆さんに喜んでもらいたいっていうところですかね、はい、なるほど。なんかもう中畑さんもいろいろ引き出しがあって、もう聞きたいんですけど、もうちょっとあっという間のお時間になりましたんで、すいません。いやいやもうすごいすごいヒントにね満ち溢れたお話でした。中畑さん本当ね今日はねお忙しいというかお休みのところをねありがとうございます。お時間を作っていただいて、いや逆にこういう機会いただけて、はい、初沖縄で急に見られましたけども、はい、ありがとうございます。はい、で本日のゲストは中畑智明さんでした。これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します、はい、ということで本日のゲスト中畑さんのお話はいかがでしたでしょうか。本日の放送内容を再度お聞きになりたい、ご本人とつながりたいと思った場合は YouTube 専用チャンネルに今回の放送内容と一緒にリンクを、ね、お貼りしておきますので、繁栄軍師で検索されてください。その際にチャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さよなら。